どうもロシングルです。新たなゲームリマザードトーメンテッドファーザーズ、こちらをプレイしていきたいと思います。こちら2018年1月30日リリース、開発がストーマインドゲーム、開発がダリルアーツということで、鬼ごっこ風サバイバルホラーですね。クロックタワーの影響を大きく受けたということで、あれをね、想像するだにもう怖そうですよね。鬼ごっこ鬼ごっこホラーはほんとやだよ、追っかけられるの。まあ頭使いながらいろんなギミックでね、追っ払いながら隠れたり逃げたりするわけでしょう。でこれがですね、リマザードシリーズ3部作の第1弾ということでね、ストーリーのまず本当に基幹となるべき物語だと思います。なんか主人公のこの方、ジョディ・フォスターに、ハリウッド女優のジョディ・フォスターに似てますよね。なんかあれかな、意識してんのかな。ではプレイ。はい、本当だったんですね。もう聞きました。誰が喋ってんだ。骨を固くし治癒プロセスと組織の再生を加速したと。本当ですか。何の話だ。親子だね、親子の写真だ。ガヤ町の臨死類が人類、人間の体に巣を作り、そこに寄生して、なんだそれ、怖っ。ガに寄生されたってこと。あれ、この人の顔もなんか女優さんでなんか見たことあるぞ、似てるな。For example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear, I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes, but we are not made of that name. It is given to us.Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is.And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that...as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, but all this began.ダリルアーツプレゼンツ、行方不明者のチラシですね。なんかおしゃれなオープニング、不思議な うっとりするようななんか路地ですね。路地というか、さっきなんだっけ、スウェーデン、スウェーデンもしくはイタリアのこと喋ってたから、そのどちらかなのかな。ここはあー、これブランコの柱見てください、すげえ彫刻が施されておしゃれ。スウェーデンかな、ヨーロピアンな感じしますよね。
お、主人公の女の人かな。なんかすげえ眉間にシワ寄せてイライラしてる感じが。うん、やっぱりジョディ・フォスター意識してる感じがするな。これ何の紙だろう。写真も古いけど、なんだろうね。あれ、手紙に書いてたあのロゴって確か病院か医者か、なんだっけ、なんかのマークですよね。医療系のマークだった気がする。うわ、汚っ、車汚っ。マードやばいね。洗車という意識がないのか。すげえタバコ吸うじゃん。あと煙がなんか黒くない？煙黒いね。フィルター側から吸ってる可能性が。じりじり燃えてるよ。煙黒。うわ、びっくりした。なんだ？ガだ。うわー、気持ち悪い。つまりガが体に寄生するとかなんとかって。ん？なんだ？ああ、フィルムが溶けちった。ええー。ジョディ・フォスターといえば羊たちの沈黙だけど、あれでもなんか口の中にガの繭を入れる殺人があったよね。意識してんのかな。フェルトン博士の邸宅に行け。私は誰ですか、これ。走る。走ってきた。ゴミの中に何かないか。フォールアウトならいろんなお宝がね、ガラクタと共に眠ってるけど。おお、長時間走れるね。ヒールだけど結構走れます。こっちじゃないだろうな。あ、すげえ疲れてる。こんな焦るぐらいなら。あ、ここかな。電力が不足してる。な、なに？怖っ。こっちか。すげえ急に振り向くアクション、何？妙に怖いんですが。あ、これはスカーズ。ここを切り、そこを切り。キーズ。1971年公開。映画のポスターか。これ押せばいいのかな？こっちか。あれ？何？電力が足りないと言われて、そのまま入れないですって。ここじゃないのか。あ、こっちだった。あとこれバス停だね。調べれる？調べれない？うん。何がしかのヒントがあればいいんだが。目標物。収集品。最愛のジェニファー。娘か。バチ。医師。ローズマリー・リード。私ですね。主人公はローズマリーという名前です。ドクターです。医療診断書、リチャード・フェルトン氏、性別を特攻、出生は1920年から1958年に発症が初めて確認された時期、救急入院、患者は下痢と嘔吐による腹部の強い痛みを訴え、緊急援助を求める。救急車により自宅から病院へと運ばれ、包括的な医療検査を行った。潰瘍を伴う寄生虫症と思われる。腹部 X 線操作。なんだ直の X 線検査の所見では、患者には甚大な腎臓、肝臓及び腸の胞腫から、脳腫。膿を伴う明らかな液体の含有量が見られ、異常な形の形成があった。寄生虫か。患部は通常にある微生物で完全に侵されていたが、珍しいことに損傷はない。皮膚、なんだろう、放脳かな、放脳の除去の後、異常な細胞活動が特徴とされる複数の寄生虫、蛾科の
増殖の証拠を認めることが、うわ気持ち悪い、患部に原因があると疑われる、めっちゃ気持ち悪い。血液検査及び尿検査、血液検査では白血球及び炎症指数値に異常な増加が認められる、疑われる潰瘍を伴い寄生虫症と関わりがあるのだろう、テストステロンの欠乏及びエストロゲンの増加、潜在的には疾患とは無関係であろう、尿検査では血液及び幼虫のような卵胞過剰な薬物、麻薬及び処方箋なしの未認知の精神病薬、または抗うつ薬、モノアミンオキシダーゼ阻害剤の、あ難しいね、の余剰が示される、私はヘノキシールの乱用を疑う。すごい説明してくれてるけど何一つわからない。診断、一般的な臨床報告が難しい、期間の変化を示す UPP 潰瘍性増殖性寄生虫症患者である。うわやだ、寄生虫症ほんと怖いよね。多くの患部で健康状態が微妙であるため外科的介入は効率的措置ではないと推測される、外部原因と何らかの汚染による仮説が考えられる、さらなる検査対象となる。抗嘔吐薬、抗生物質、コルトジンが処方される。一応ね全部名としておきます、事前準備ですね。医療検査通知、リチャード・フェルトン博士様、この手紙で診断されました、あなたの病気のような衰弱性疾患に罹患された患者の皆さんには特別に対応する担当専門家による治療を受ける緊急性をお伝えしたく書面にてお知らせいたします。心理療法を受けることを拒否なさったことは私たちにとっても明らかであると理解しております、当施設ではあなたの選択を理解しておりますが、当施設内での詳細な分析を行うことをお勧めします、患者様におかれましてはご自身が連絡で取れなかったかどうかにもかかわらず、奥様アリアンナ・カッロ、イタリア名ですね、患者様が指定なさった付き添い人および受益者も当方までご連絡なされるようにお勧めいただきますようお願いいたします、地域保健システムが指定した当施設の診断基準により、当施設には次回の必要とされる健康診断、全身 X 線、尿検査の指摘に、どうか患者様にもう一度ご来訪いただくよう要求する義務があります。ジアカルディ。で、これが、ポスターね。イベント。遊技場の近く、すっかり打ち捨てられた遊び場の脇に一人の女が、古い城の番での中で待っており、悲しげにタバコを吸いながら少女の古い肖像を見つめる、そんな名をローズマリー・リードと言い、乗っていた番から降りて捜査を開始する。なるほど、ということらしいですね。私ローズマリーが、おミッシング、1971年行方不明、午後4時はレクリエーショングラウンドで、ああさっきのあそこ最後に目撃、13歳、金髪青い目、ああ消えちゃったね。なるほど、子供がいなくなったわけだ。走れ走れ、水のとこだって走っちゃうよ。おこれだな、こんにちは、ん違った。静画像を見るといつも心がゾワゾワする、ここかな、ドクター・リチャード・フェルトン、医者がその蛾の寄生虫にやられたってことかな、でそのための診断書とかを持ってきたって感じ。おういた、 Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. サンタ・マルゲリータセンターのリード。 I know. This is why I'm here. Hello? あれ Anyone? 失礼、そんな入れてくんない、どうすればいいんだ、開くかな、ふんぬ開いちゃった。失礼だな、鍵かかってないんか。 OK、 次はどこ行けばいい、なんか調べ物ある、バイオハザードなら絶対的に調べておいた方がいい気がするんだが、でかい庭いいね、まあ手間がかかるけどね。おこれはなんかいかにもって感じ、庭師のあれだね、除草剤とかあんのかな。疲れてるローズマリー、疲れてる、
走れ走れ。病院でなまった体をここで鍛え上げるんだ。持久走だ。お、裏に道があるぞ。あ、ワンコがいるね。ワンコの声がする。特にチェックするものがないけども、一応側をぐるっと行ってみますか。ワンコどこにいるんだ。すげえ疲れてんじゃんだからたまに走れと言ってるんだ。走れ走れ。ヘロヘロじゃん。しかしすごいねこの庭園、バラのトンネル。これは何でもない。うん、到着。あれ、こっち正解か。こっから入れってことかな。なんだこれ、不気味、ひどく苦しい。不気味な石像だね。特に見るべきものはない。むのようですね。はあ、はあはあ、やば、はあ、はあはあはあがすごいね。じゃあお邪魔しますよ。はい、勝手に入っちゃいました、すみません。私も仕事なのでね、暇じゃないんだ。入れてくれたまえよ。私はドクターやぞ。何、なんかある。あ、イライラしてすぐタバコ。すげえヘビースモーカー。あ、開けてくれた。あの、You already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felden is no longer a patient at the Sanitary Life Institute. そうなんです。外部から調査で参りました。あ、そういうこと？ So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies to your husband's health. Oh, no, please. I'm just assisting him. Helper. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. そうですね。お話しできれば。I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Gloria さん。Oh, and please refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. そうだよね。めっちゃ失礼だよね。人に会うのにタバコ吸ったままとか。そもそも。ようやく屋敷に入れたな。こっからもう鬼ごっこ始まんのかな。犯人は誰だ。さあ、ロック解除。ザ・アライバル。暗っ。今はできない。あ、グロリアが見てますね。走れない。うん、まあ走ったら失礼か。一緒に行きます。ありがとう。でかっ、広。タバコ？残念だわ、やめた方がいいですよ。健康に悪いんだか知らないですね。めっちゃタバコ否定派でした。フェルトンさんの家でお手伝いを。昼から夜8時。I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him. いや、立派な家だね。くら、怪我しそう。掃除も大変だね。She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. どうやって面倒見るの、そういう状態で。I didn't know. But you know when she's home, she won't be able to sleep. 同じ曲を繰り返し。Over and over.頭おかしくなっちゃうね。すご、3階建てか。わあ、エレベーター。いや、4階があるぞ。でか、広。ここ、失礼します。This way, please.
Mr. Felton will be here in a few minutes. あ、待合室。Okay. ありがとう。書斎って感じでもないな。本が乱雑すぎる。いろいろ興味津々なお年頃ですか？めっちゃこの振り向くスピード怖っ。はいはい、というわけでなかなかね、導入がちょっとね不気味なスタートから始まりました。いや、今回はこの辺にしておきましょう。この先ホラー要素が待ってるんだろうね。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。